はい、では、早速会計始めさせていただきたいと思います。本日はお越しいただきましてありがとうございます。まずはじめに、代表取締役社長羽生より挨拶させていただきます。よろしくお願いします。ベレーザの素晴らしさは、まあ、彼女たちはその偉大さの代償が責任であるということをよく分かっていることです。で、これはなかなかできることではなくて、でもこの思想がこのチーム、このクラブにはずっと受け継がれています。で、2010年からヴェルディが立ち直れてきたのも、このベレーザの中にある思想に助けられてきたことがすごく大きいんです。だから今日は本当に嬉しい気持ちでこの日を迎えています。昨年度は ACL のパイロット大会出て優勝できたの。今アジアではナンバーワンという、チームですけども、これがFIFA のクラブワールドカップ、が数年後にはできると思っております。またできてほしいと思っております。で、そこに、チャレンジしていくのがこのベレーザの使命でもあると思いますし、そこに向けてチーム育成、そこの強化をこれからも努めていきたいと思っております。チームを代表してですね、キャプテンの清水梨紗選手からも挨拶をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。こんにちは。まず素直にウィーリーグに参戦できることが決まってすごく嬉しいです。まあ、ここまで至るまでに、いろいろな方々の力があったり、まあ、選手の中でもここまで、来るのにすごく大変だったと思ったので、そういう方々に感謝したいと思います。まあ、参戦したと同時に、責任というものも生まれてくると思うので、これからは責任と自覚を持って、より一層頑張っていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、もう一人、岩清水あずさ選手なんですけれども、ちょっと本日、都合により出席できませんので、コメントを預かっておりますので、皆様に向けてちょっとコメントの方を共有させていただきたいと思います。日テレ東京ヴェルディベレーザの岩清水あずさです。本日は、コメント取りになり申し訳ございません。Wリーグ参入に向けて自分の気持ちを残したいなと思いました。Wリーグに正式参入というのが決まりまして、今までのなでしこリーグで培ってきた結果もありますけれども、そういったところも引き続き勝利にこだわりを持ちつつ、これからはその立場としてプロ選手が増えたり、秋からスタートしたりっていう変化が多い1、2年目になると思うんですけど、そのやはり初代女王というところはベレーザがやっぱり取りたいなと思うので、そういった気持ちを自分も強く持ってチームに伝えられたらいいのかなと思いますし、みんなも優勝っていうところには、こだわりを持っている選手が多いので、そこを他のチームよりも絶対的に持ってリーグ、Wリーグ1年目っていうのを迎えたいなと思っております。個人的に、昨シーズンで、出産をしまして、復帰を今目指しているところなんですけれども、なんですか、ママさんプロリーガーとして、の一人目っていうところで、自分としてはモチベーション高く頑張りたいなと思ってますので、そういったところも皆さんにこう応援してもらっているところでもあるので、その期待に応えられるように頑張りたいなと思っております。ここから質疑応答に移らせていただきたいと思います。ご質問ある方から手を挙げるボタンで、お願いいたします。リサ中心、リサ中心。
あの社長がリサ中心と言ってますので、社長にもよろしくお願いします。開幕戦の話、先ほどWeリーグの方の会見で少し出ていましたよね。派手な形で開幕させたいというようなことを岡島さんおっしゃっておられましたけれども、93年の開幕もヴェルディの試合でスタートして、マリノスとスタートして、で今回もまたそういうような歴史をあと追いかけるような形で何か望まれるかどうか、まあ、これはもちろんお一人で決められることではないんですけれども、であと清水さん、先ほど竹本さんからこういうチームを目指したいというお話があったんですけれども、そのお話を聞いた上で今のチームから何をプラスしたいなというふうにお考えになりましたか？まあ、さっき竹本さんもおっしゃってたように、何か新しいものというよりは進化していくっていう方が、まあ、自分たちには合っているのかなって思っていて、まあ、何かプラスっていうのは、まあ、ベレーザーはいつも思っていることなので、なんかそれが、まあ、人だけではなくてその選手の中にどんどんプラスされていくものだと思っているので、まあ、ベレーザーの選手としてはそんなに大きく変わることはないのかなと思ってます。素晴らしい。開幕のことはどうしましょうか？あ、開幕は国立競技場で多分やるから、国立は東京だからうちが出なくちゃしょうがない。それ決まりなんですか？いや、わかんない希望で言ってるだけで、開幕戦は絶対出たいですそういう実績あると思うし、やっぱJ リーグが国立で満員にしてやったから、今度新国立でやはり今だったら今の現代の 1-2 同士の試合で、やはり浦和さんであれば観客動員は相当いけるので、やはり新国立を希望していいですね。皆さん見出しお気をつけください。はい、すみません。いや、よかったですよ、すごく。やっぱそういう話聞くとね、勢いがつきますから、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。いや、最後のリサのが良かったな、コメントは。素晴らしいコメントお前気づいてないかもしれないけど、すごいいいこと言ったんだよ。 ありがとうございますすごい良かったって。いや、ベレーザは別に何も変わることないが普段通りだからって、素晴らしい